ったか、俺様のスーパーシュート。そこにいるのは誰だ？これは驚いた。お前、人の子か？お前、ここに住んでいるのか？この館はもう長いこと廃墟だったはず。一人で静かに過ごせる僕だけの場所として気に入っていたのだが、僕のことを知らないのか？本当に？ふん、そうか。それはそれは珍しいな。お前、名前は何という？ほう、珍しい響きの名だ。僕は、いや、やめておこう。聞かない方がお前のためだ。知ってしまえば肌に霜が降りる心地がするだろう。世間知らずに免じて好きな名前で呼ぶことを許す。いずれそれが後悔に変わるかもしれないが。ふん、それにしても人が住み着いてしまったということはもうこの廃墟は廃墟で、残念だ。また次の夜の散歩用の廃墟を探さなくては。では、僕はこれで。レオナさん、お疲れ様っす。お夜食持ってきたっすよ。ついでに一仕事こなしてきたっす。ああ、お前は気が利くな、ラギ。そりゃもう、レオナさんのためならお安い御用っす。よく言うぜ。自分のためにやってんだろ、お前は。やだな、レオナさん。俺たちのため、すよ。世界をひっくり返してやりたいのはみんな一緒っす。伝説の百獣の王と手を組んだハイエナだって、自分たちの境遇をひっくり返すために百獣の王に従った。俺も同じことしてるだけっすよ。なら狩りは慎重にやれ。証拠を残すなよ。もちろん、獲物は一かけらだって残さず片付けるのがハイエナのポリシーっすから。ところでレオナさん、次の獲物っすけど、どの量の誰にしましょうか？そうだな、人の話をこそこそ立ち聞きしている狼なんてのはどうだ？あ、いるんだろう一年坊。そんなにでけえ耳して立ち聞きとは趣味が悪いぜ。